えー、今回はです、ね、ツイッターから XRP の動向をちょっとチェックしてみようかと思いますけども本日は5月30日、えー、朝5時になります、えー、US ドルと XRP の関係ですけどもおおむね0.5ドルということでね、えー、1ドルが今139円140円ぐらいですから、まあ、70円ぐらいだという目算だというね えことにになっておりますますすあ確かにその通りですよねでずっと下の方を見てみるわけですけどもこちらの方にね公式からのメッセージが出ていたりとか、えー、それからトークに関する、まあ、いろんなねプロジェクトが紹介されたりとかしてますけどもあこちらのねエドさんって方は XRP についてはブレイクしたよねってことを話してますよね確かにこれ大きくブレイクしてるんですよで陽線がどんどんどんとどん出てこれだから3平ってやつですよね3平から4平5平に伸びていてでしかもこれ、えー、この陽線がですね 先に行くに従ってでかくなっているとまあ1個ちっちゃいのが入ってますけどもでその前っていうのは大きな要線があってそれが否定されずに積み上がってきて大きくまた上に伸びましたんでこれからもどんどんと伸びていく可能性がねこの XRP のチャートから読み取っていけるんじゃないかなと思いますでずっと下の方に行くとこちらの方にも好意的な意見が書かれていまして そしてイラストまで入ってますよね。XRP が跳ねたよみたいな感じでね。えー、こう水牛が大きくジャンプしてるところがあります。まあそのぐらいの重量感を持って価格を上げてるんじゃないかなってところですよね。で、さらに弁護士のジョン・ディートン氏。 ですけども、2ドルの水準を過ぎると投資家が XRP に殺到すると、で本格的にそこから上昇が始まるってことなんで、まだまだ全然上の口だってことですよね。肝心なのはそれがいつ来るのかってことです。この夏に来るのか、それとも10年後に来るのか、それはわからないけども、2ドルの水準を過ぎると投資家が XRP に殺到するよって言ってますよね。うん。<laughs> もうちょっと詳しくお願いしますってことなんですけどね。こちらの方をクリックしたら先が読めるのかもしれないですよね。じゃあもう一個ぐらい読んでみましょうか。 エクサピー訴訟、SEC における訴訟は、意外な転換を見せ、リップル社 CEO のブラッド・ガーリング・ハウスは、数週間以内に最終的な判断を下されると予想していると。リップル社の CEO は、現在進行中のエクサピー訴訟について、裁判所が予測よりも早く最終的な判断を下すことに自信を示しています。ということなんで、本当あとわずかなんでしょうね、きっとね。うん。まあ、ここに書いてあるみたいに、エクサピーが、まあ、今2ドルぐらいですけども、10ドルとかね、50ドルとかね。 100ドルになればいいなと、私も心から思っております。はい、それでは本日は以上です。x r p 1 0 0ドルになってくんないかな